北京万チ広場、万チグループとマン万ール電営院線の本部、天井市のシューマイ万チ広場にいて、復讐市大航空の万チ広場にいて、万立広場、ワンダプラザは、中国大陸の不動産事業者である、大連マンタチグループに所属する、大連マンタチ商業地産が、各地の大都市に展開している、ショッピングセンターで、娯楽、飲食、ショッピング、金融、ホテルと、 一般向けのマンションなどの機能も備えている。万達広場は通常都市の中心部にランドマークとなるような建物を構えている。経済力が大きな都市には複数の万達広場が出展されることもある。大連万達グループが投資している万達広場の市場の範囲は中国大陸地区のみであり、香港特別行政区、マカオ特別行政区、 台湾には展開していない。北京市籍影山国に2008年12月にオープンした施設は、オフィスビルやマンションを併設し、開発面積は約7万平方メートル、投資総額30億元と報じられた。上海市宝山区に2012年6月29日にオープンした宝山万立広場は、敷地面積は29.5万平方メートルに達するとされており、 車でのアクセスを重視した設計になっている。2011年末の時点で各地に49施設が開業しており、未開業を含めると61都市で87施設の事業が進められている。AB、高志助。大満招地古墳有限公師。2012年8月4日閲覧。北京た立博未満大反転。二つ目の満立ち広場がお目見え。 メジアマンブワンジーテクノロジーズインク2012年8月4日閲覧王将縁石経山の花満たち広場オープンチャイナラジオインターナショナル CRI2012 年8月4日閲覧上海宝山満たち広場エクスプロア上海2012年8月4日閲覧伊勢里氏、上海に宝山満たち広場が誕生 ここはいいかもね。伊勢里氏、2012年8月4日閲覧。中国の高層ビルで二度爆発。二人、死傷刑事事件として捜査開始。AFP、2019年1月25日閲覧。ありがとうございます。